マッチョドラゴンという藤波さんの、出した歌があります。カセットテープをですね、あの部屋でこう聞いてたんですけど、そしたら橋本真也が入ってきました。おい、面白い曲だな、マッチョドラゴン、気に入ってしまっているので、ずっとかけてるんですね、ずっと。そしたらですね、その時は藤波さんが踏みつけてですね、粉々にしてしまいました。後にも先にも、藤波さんがその怒った時のですね、その怒りの藤波さんを見たのは、その時だけです。船木正勝です。今回も質問フォームになります。藤波辰爾さんが立ち上げられた無我について語ってほしいです。船木さんはインタビューか何かで UWF がなければ無我に入っていたと話されていました。当時の印象などいろいろお聞かせいただけたら幸いです、という質問になっています。藤波さんのですね、無我ですね、あのUWF がなければ入っていた、まあ、と思うんですけども、あとはその無我の印象ですか、まあ、その前にですね、あの自分と、藤波辰爾さんの関係をですね、少し振り返ってみたいと思いました。藤波辰爾さんですね、1953年12月の28日生まれです。66歳、現在66歳です。自分よりもですね、16歳年上になります。1971年にデビューしてます。自分が、1969年に生まれてますので、自分が2歳の時ですね、にもデビューしてますので、自分が入門した時、15歳で、入門した時は1984年ですので、すでにその藤波さんはキャリア13年だったということになります。もう完全にあのベテランな感じですね。もう本当に猪木さん、坂口さんの次があの藤波さんという形でしたので、あの小さい頃ですね、あの全日本プロレスを見て、それであのプロレスを知るようになってですね、マスカラスを見て、プロレスファンになって、でそこから新日本プロレスを知るようになって、あの新日本プロレスを見た時はですね、藤波さんもあのすでに出ていました。ちょうどあの海外から帰ってきてちょっとした頃だと思うんですけども、おそらく自分が見たのはですね、あのチャボ・ゲレロ戦ですね、あのタイトルマッチで、であのドラゴンロケットを放ちます、外にですね、トペをあの失敗をするんですね。あのチャボ選手が逃げて、で、まあ、あの椅子かなんかにこう当たってその大流血をすると、そのイメージがですね、第一印象というかイメージが強すぎて、ちょっとそのやっぱりちょっとこう顔からその血を流す、裸で顔から血を流すその大人っていうのがですね、しかも日本人がですね、そういう形になっているとか、すごくあのショッキングでですね、あの昔よくテレビのニュースとかでもあのたまにそういう顔から血、事故現場でこう うろうろしてる人とかですね、なんかその顔から血を流しながらうろうろしてる人とか、たまにこう映ってた時代がありましたので、そういう時もうわすごい、もう気持ち悪いなっていう、そういうイメージで、それと同じようなそのイメージでですね、その最初にその藤波さんを見てしまいましたので、案の定というか藤波さんのファンにはそのならなくてですね、自分はやっぱりその、スーパーヒーロータイガーマスクのファン で、後に自分は新日本プロレスにその憧れのタイガーマスクがいる新日本プロレスに入門をするわけなんですけども、ちょうど入門した時にはもうタイガーマスクはあの引退をしてもいなくなっていました。でやっぱりその年齢がその近いその選手というかですね、あの自分に近い選手にやっぱりその一番その 気がこう惹かれるというか、やっぱりタイガーマスクの次は自分はやっぱり前田さんでした。でその前田さんも、ちょうど自分が入門した日にその UWF、 旧 UWF であのに出ていましたので、あのもう新日本プロレスからいなくてですね、でその次にその気になっていたのがあの高田さんです。青春のエスペランサ時代ですね、高田さんなんですけど、高田さんもですね、自分が入門して4月入門して6月にはもうすでにそのユニバーサルの方に行ってしまいますので、で残った人の中でやっぱ自分が一番その気になっていたというかですね、ライガーさんですね、ちょうど自分と年が4つ違うと思うんですけども、4歳年上のその先輩、をもう気になって、それでこうずっとこうあのくっついていったと、そんな形になりましたので、あのライガーさんが4つ上だとすれば、藤波さん16歳上なので、どちらかというと
憧れの存在というか、というよりもはその年齢的に言えばその自分のそのおじさんぐらいの年齢になるのかなと思うんですけども、まあ、その感じで、まあ、お父さんほどは年が離れてないんですけども、まあ、おじさんぐらいの感じなので、その憧れとかそういうそのイメージではなく、もう本当に新日本プロレス入ったら、あの、まあ、一番近いところがそのライガーさん、1年先輩 の、 あの4つ年上のライガーさんであれば、本当その上の上のまた上ぐらいのです、ね、存在でした。なので、まあ、憧れもしなければ、 あまりそのこう、目指すその対象にもならなかった、そんな感じでしたね。で、まあその上の人がいるんですけど、まあ、猪木さん、坂口さん、そして藤波さんで、その次が木村健吾さんだったんですけども、まあ上の人ですね、まあ、いわゆるその上の人、付き人が必ずつきます。あの身の回りの世話をするんですけども、藤波さんの付き人はですね、ちょうど自分のが入った時は佐野さんがやっていました。その前は、多分ですけども、あの高田さんもやっていた時期があってだと思います。あの靴入れ、先日で、あの藤波さんと一緒にその大会出た時に、船木これを覚えてるかってこう出してもらったその靴入れですね、藤波さんのリングシューズ入れなんですけど、そこに、高田、佐野、船木、そして、柴田ですね、まあ、柴田も藤波さんの付き人やったんですけど、まあ、それはあの歴代のその付き人のその名前がその書いてある、まあ、自分も自分で書いた字なんですけども、あ、こんな風にこう付き人がこう変わっていったんだなと。おそらく自分が行った時は佐野さんが一番最初です。で、佐野さんから次に、まあ、自分たちの時代ですね、まあ、あの東魂三十四と、野上さんと自分とですねの時代になると、今度は野上さんが明先輩ですねがその藤波さんの付き人をして、そして猪木さんの付き人を、ライガーさんだったんですけども、その次は蝶野さん、そして、坂口さんの付き人は畑さん、畑先輩も引退されたんですが、畑さんから、破壊王橋本真也選手、そして、木村健吾さんの付き人を武藤さんですね。これはあの武藤さんが木村さんの初めての付き人だったと記憶しています。まあ、そんな感じでこう一人一人その付き人になるんですけども、まあ、自分はその付き人につく、つく人がいなくてですね、まあ、外国人の係やったりとか、そんな感じでいました。なんですけども、途中で、まあ、デビューした後ですね、野上さんが、橋本選手にその怪我をさせられてですね、させられてしまって、それで長期欠場に入ってしまいます。そこで自分がその仮という形ですね、藤波さんの付き人にこうスライドして、まあ、一つこう繰り上がってですね、藤波さんの付き人になりました。そうなんですけども、あの野上さんが帰ってきたらすぐに自分とそのまたあの元通りになるはずだったんですけども、その最中にですね、破壊王橋本選手がですね、坂口さん付き人だった坂口さんの、お金の入ったその興行のお金の入ったバッグを、旅館にですね置き忘れてしまって、それで、まあ、大失敗を起こしてですね、まあ、前代未聞のその付き人クビになってしまうんですけども、まあ、そこで、野上さんがその橋本選手の代わりにこう代わりというか、付き人に、坂口さんの付き人になって、それでまあ破壊王だけがそのこう取り残されるっていう、そんな形になってしまうんですけども、まあそれで、まあ、自分がその藤波さんの付き人になった、そういう経緯で、なりました。藤波さんのですね付き人時代の思い出なんですけども、まあ、一番、思い出に残ってるのはやっぱりその自分がですね、猪木さんにその怒られた時、試合でですね猪木さんに怒られた時にその藤波さんだけに今そのなだめられたという、まあ、荒川さんと藤波さんですけど、藤波さんのその時の、あの言葉ですね、まあ、自分がその泣いてしまったという、まだ若いんだから、お前まだ若いんだから今日は猪木さんに怒られた、そんなことが起こってくれるだけで、もうありがたいと思えと、俺なんかもうこの年になると怒りもされないんだからと、
怒られることを幸せだと思えとですね、まあ、その言葉を聞いて怒られることは嫌だったんですけども、逆にそのなだめられることもちょっとこう、まあ、ショックというかですね、びっくりしてしまって、それは泣いてしまった、そういう記憶があるんですけども、とにかくそれが一番その藤波さんの中思い出の中で残ってまして、もう一つはですね、毎シリーズ必ず、本当に必ずなんですけども、シリーズ終了の最後に、まあ、付き人の仕事全部終わる瞬間にですね、藤波さんを最後にその、車で見送りするときに、必ずそのバッグの中からですね、レスラーはお前まだ体小さいだろ、レスラーはもっと体を大きくしなきゃダメだって、シリーズ終わってこの休み中に体を大きくするんだと、で美味しいものをこれで食えと言っても何万円もですね、こうくれもらったりとかですね、あとは藤波さん、猪木さんとか藤波さんとかその辺の選手になりますと、地方で、何回かですね、サイン会があります、まあ、デパートとかそういう、催し場でですね、その、まあ、藤波辰巳サイン会とかアントニオ猪木サイン会とかそういう形で昔はですね地方でやってたんですけども、まあ、トークショープラス多分サイン会、握手そんな感じだと思うんですけども、大体はですね必ず付き人を連れていくんですけども、自分の場合ですね、一度もその連れて行ってもらった記憶がなくてですね、なんですけども、必ず藤波さんがその日、お前今日はサイン会あるけどついてこなくていいからな、でなんですけども、でも練習して練習終わる頃に藤波さんがその戻られて、それで自分がこう付き人につくとですね、今日はサイン会やったからこれって言って、そのサイン会でもらったこの分厚い、もう本当に昔はですね現金でそのギャラをですね、そのサイン会出演料をもらってきます。その現金でその中からこう何枚かパッとってこれな、今日サイン会やったからこれなと言って、またお金もいただいてるんですね。あとは地方巡業行きますと、必ず夜はですね、大体その地方にいる後援者、まあ、いわゆるそのスポンサーなんですけども、藤波さんもたくさんいましたなんですけども、そのスポンサーとの食事会、まあ、その後にまたクラブとかですねで飲み会もあるんですけども、まあ、そこにもですね藤波さんは自分を全くその連れていかない、まあ、未成年だったということもあってたのかもしれませんよ。でも大体はその連れていくんですけども、藤波さんは全くそこに、今日は俺、スポンサーと食事があるけどもお前は来なくていいからなと言って、またお金をですね自分にこれで美味しいもの、ホテルの美味しいものを食えと言って、まあ、お金をいただいてですね、まあ、自分はそこホテルで、まあ、普段食べれないその美味しい、まあ、ステーキですねを食べて、それで洗濯行ったりとか、そんな感じで本当にですね、いつもこんな付き人でいいのかなと思うぐらい、その全くその気を使わせてくれない、気を使わせないというかですね、まあ、おかしいんですけども、まあ、極めつけはその海外にですね行く、まあ、海外に決まってですね海外に行く前に、まあ、食事をさせてもらって、誘ってもらって、で最後にですね、海外行ったら何があるか分からないからといって、また大金をですね封筒でいただいて、まあ、それでその海外に行ってしまうんですけども、とにかくもう本当に いくらもらったか分からないぐらいですね、藤波さんからは現金をですねもういただいた、そんな記憶思い出があります。プロレスラー、藤波辰巳ですね、藤波さんといえば、まずですね新日本プロレスの中でもその練習の虫ということで一番有名だったと思います。で、もともとはその日本プロレス時代ですね、すごく細かったと、本当に細かった、でまあデビューした時もおそらく80キロとかですね、まあ、80キロあるかないかとか、そんな感じの体だったらしいんですけども、まあ、自分が入った時はもう本当にもうヘビー級になって、もう本当に何年間かした後ですので、本当にこう力がですね、新日本プロレスの、まあ、選手みんな、上の選手ベンチプレスをやってたんですけども、180キロぐらいの、その、まあ、80キロですね、まあ、しっかりと覚えてますのベンチプレス、みんなこう
順番でですねこうやるんですけども、大体、まあ、上野選手プロレスラー式の上げ方っていうんですかね、手をですねできるだけ広げて、それでもうバーベルの端と端をですねこう握って、それでこうできるだけこの胸とその何ですか伸ばしたその空間が短くなるような感じで、それでこうやってやるベンチプレスがほとんどなんですけども、藤波さんだけは本当に肩幅でこうやってしっかり腕を曲げてですね、それで180キロ上げてましたので、もしかしたら筋力的にはバーベルとかを扱う筋力的には新日本プロレスで一番強かったような気がします。誰もその形で180キロですね上げたのを自分は見たことありませんので、とにかくその力がですね強かったなという印象があります。で、まあ、自分が17、18の頃ですね、本当に付き人をし始めた頃は、たまにその合同練習の時に藤波さんも上がってきて自分とスパーリングもしてくれましたので、その時もですねやっぱりそのだいたい亀状態、うつ伏せですね、四つん這いうつ伏せの亀状態で、その始まります。それでもそこをこう自分が攻めるんですけども、とにかくその力が強いので、全くその動かず、それでまあ、藤波さんがコロンと転がってくれたので、自分が習いたてのですね、そのアキレス腱なんか取るんですけども、全くニコニコ笑ってですね、どうだ決めてみろみたいな形で、そのぐらいその全ての体の力がですね強かったというイメージです。だからなんかこう岩のような感じですね。だから昔その細かったとか全くそのイメージが湧かないぐらい、自分のその藤波さんのイメージは本当に力の塊、岩です、力の岩で。今年は2020年で5年前にですね、なんと、2015年です、ドラディッションですね、藤波さんのドラディッション団体で、初めて、藤波さんと、戦うことができました。もう本当に5年前なので、何歳ですかね、61歳ですか、還暦過ぎの61歳、で、まあ、自分は46歳ですか、まあ何十年ぶりですかね。で、まあ、そのスパーリング以来、公式でその藤波さんと試合をしたことはありませんので、本当に17歳、30年ぶりぐらいですかね、でその藤波さんとこう、体を合わせるんですけども、相変わらずその力がですね強くて、藤波さんっていまだにこんなに力強いのかなっていうぐらい力が強かったです。藤波さんといえばプロレスラーのですねイメージを変えた、まあ一番最初の走りの人なんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、やっぱりその、まあ、ベンツとか、あとはその、キャデラックとかですね、そういう高級車を乗るその、ベテランレスラーが多い中でも、藤波さんはやっぱり赤いその、アメ車のカマロですねを乗ってた。それがまたすごく似合ってた。で優しい笑顔、まああんまりそのプロレスラーでこうニコニコ笑う人もそれまではいなかったような気がするんですけど、大体こう猪木さんはじめこう闘魂の顔ですねで、映るのがまあほとんどだったと思うんですけども、藤波さんは写真を撮る時に必ずニコニコしてその写って立って、そういう記憶もあるんですけども、やっぱカマロも似合いましたし、あとは、香織さんですね、夫人の香織さんと、ファンとそのお付き合いをして、それで結婚したっていう、それもなんか藤波さんが、なんか初めてだったんじゃないかな、ファンの人とね、その結婚したファンとレスラーが結婚したっていうのもなんか藤波さんが走りだったんじゃないかなと。そのぐらいから徐々にそのファンの人が、プロレスラーと結婚したくこう、こうなるこう流行というかですね、流れがこうできてきたような、ファンの女の子はみんな誰かレスラーと結婚したくて、こう集まってきていたような気がします。それから、プロレスラーがですね芸能活動をするっていうのも藤波さんがですね初めてのような気がする。まあたまに猪木さんとか馬場さんがコマーシャルとかに出ることあったんですけど、藤波さんはコマーシャルよりもそのテレビ番組にですね積極的に、でどっかの事務所とこう
あの提携をしてしながらですねやってたような気がしますので、あのテレビドラマにも出てました。で、あの毎度お騒がせしますのパート3ですかに、藤波さんがその体操のトレーニング場でこういつもこうトレーニングしてるレスラー役で出てるんですけども、必ずその上半身裸でこうトレーニングしてる。で、まあ、あの毎回出るんですけども、あのその中でたまにですね、新日本プロレスの道場を使う回もありまして、2回ぐらいですかね、あの自分たち武藤さんも出てますし、あの東高三重心もですね、あの一緒にこう、その他大勢の若手として出してもらった記憶もありますので、あのプロレスラーでその芸能活動をこう並行してやった走りも藤波さんが最初なんじゃないかなというふうに思いました。それからですね、藤波さんといえば あまり怒らない、まあ、自分もその付き人をしてですね、怒られたことは正直一回もないです。あの本当にあの、まあ、ちょっとした注意はあるんですけども、怒られたことはですね未だにその記憶がないというか、多分本当にないと思うんですけども、で、藤波さんが怒った姿、札幌で長州さんが藤波さんと長州さん、とやるときに藤原さんがその乱入をしてですね試合をぶち壊してしまった、まあ、その時もあのおそらく怒ったと思うんですね、だと思います。まあ、自分はその時あの付き人じゃない、その時は多分高田さんが付き人だと思うんですけども、あの高田さんは多分怒った姿を 見たと思います。それから次がですね、飛龍革命ですね、あの髪を切って猪木さんにビンタをしてこうベイダー戦をやらせてください、あの身体をかけて、あの時も藤波さん怒った、怒りの藤波さんだったと思います。なんですけど、その時もちょうど自分は海外遠征の準備でもそのシーズンにその行ってませんので、あの見てないですので、あのテレビでしか見てないですね。なので実際にその怒った藤波さんって見たことは、実は1回しかありません。だいぶちょっと戻るんですけども、マッチョドラゴンという藤波さんの、出した歌があります。で、一時期ですねマッチョドラゴンで入場していた時期もありました。でその時、自分は付き人なので、カセットテープをですね買って、あの部屋でこう聞いてたんですけども、そしたらそこに破壊王橋本真也が入ってきました。おい、面白い曲だな藤波さん、でもあの歌の真似をします、マッチョドラゴンの。でもそれをですね今度はカセットテープをですね、あの当時あの道場の方にも、カセットデッキがありましたので、まあそれで合同練習じゃない時にはですね、あのまあ夜とかですね、まああの人数が少ない時は好きな、まあその一番上の選手が好きなカセットをかけて、音楽をかけてそのウェイトトレーニングをしたりとか、そういう感じだったんですけども、その時にまあ橋本選手ものすごくなんかもうマッチョドラゴン気に入ってしまったようなので、ずっとかけてるんですね、ずっと A 面が歌入れ で B 面が歌なしなんですけど、それがずっとこう永遠に続いて、でそれをあのまあ聞きつけたというか、まあ、あの荒川さんなんですけども、ドン荒川さんがなんとですね普通の合同練習の最中にそのマッチョドラゴンをこう流してしまったんです。そしたらですねその時は藤波さんが 無表情でカチャッバチッ消してカチャッって出してカセットテープなんかで踏みつけてですね、踏みつけてもう粉々にしてしまいました。粉々にしてゴミ箱にぽいですね、後にも先にも、藤波さんがその怒った時のですね、その怒りの藤波さんを見たのはその時だけです。まあ、自分で言うのもなんですけども、自分は藤波さんの付き人の中ですね一番最悪な付き人だと、ダメな付き人だと思っています。やっぱりまあ、ライガーさんですね、ライガーさんのですねがそのヨーロッパ遠征行く前の日にですね、地方で、確か名古屋だったと思うんですけど、前にも行ったんですけども送別会がありました。まあ、その送別会でやっぱり寂しいですから、
今までずっと一緒にいた、もう近くにいたその先輩、頼りになる先輩がもう明日からいなくなるということで、とにかく泥酔ですね、まあ、自分は、まあ、本当に大変なぐらい酔っ払ってしまってですね。で、まあ、その次の日も本当は出発前にですね、藤波さんにまずモーニングコールをしなければいけない、ですけども、まあ、それを忘れるぐらいもうベロベロになってしまって、で藤波さんから電話がかかってきて、大丈夫かと、お前から電話来ないから心配になって電話したんだって言ったんですけど、あ、大丈夫です大丈夫ですって言ってる矢先に、またその、こう多分しっかりしなきゃなと立とうとしたんですけども、落として、あまりにも心配になったんで、コンコンコン藤山さんが降りてきてですね、その部屋をこうノックして、で、まあ、開けるんですけども、もう床しか見えないですね。もう本当にもうベロベロになって、もうかなり酔っ払ってしまいましたので、で藤山さんは大丈夫か大丈夫か、お前今日は授業来なくていいから、寝といていいから、後でちゃんとするから心配するな、寝とけで、まあそのまま、あ、自分も藤波さんが言うんだから大丈夫だろうって思ったんでしょう、おそらくそれで寝て、で起きたのが夕方ですね。もう本当夕方の、まあ4時確か4時ぐらいだと思うんですけども、こんな時間まで寝てしまった、パッと見たら横にそのドン荒川さんからですね、心配するなって、起きたら電話くれって。で結局2人でですね、途中帰郷してしまった、シリーズの途中に酔っ払って授乳ついていけなくなってしまって、それでその、東京に帰らされたっていう、そんなことがもう普通にデビューしてた時なので、もしかしたらカードの中に名前が入ってたかもしれません、なんですけども、それでもその帰されてしまうという、そんな、まあ、前代未聞な、今の時代だったらですね、考えられないようなこともしてしまいましたので、本当に、最悪なその付き人だなと思いました。そこから多分ですね、また、橋本選手、がもしかしたら藤波さんの付き人、仮のですね付き人になったかもしれません。よく覚えてないんですけども、それか飯塚かどっちかですね。で、まあ、自分はまたそんな泥酔してるんですけども、また付き人に復帰させてもらったので、すごく運が良かったなと思いますね。まあ破壊王のようにその付き人クビにならなくてよかったと思いました。そして藤波さんとですね、最後の思い出になります。1988年、自分が海外遠征に行きました。ヨーロッパです。で、海外遠征に行って、もう半年以上経った頃ですね、もう真ん中過ぎて、もう最後手前ぐらいの、確かハノーファーかブレーメンだったと思うんです、ドイツです、に藤波さんが来てくれました。なんで、来てくれたのか全くその分かんないんですけど、まあ、当時藤波さんはどうしてるかなと思って来たよと。で、記者の人ですね、2人で来たんですけども、最終日に2、3日泊まっていったんですけども、最終日に、2人ですね、ちょっと食事をしてて、まあ、その時ですね、今会社は大変だけども、まあ、会社って新日本プロレスですね、会社は大変なんだけども、もしも仮にもしも新日本プロレスがなくなったとしても、お前が帰ってきて上がるリングは必ずあるから心配するなとですね、まあ、そういう言葉を残されて、それで帰っていったんですけども、何があるのかなと、もしか本当に新日本プロレスがこんな当時ですねなってた、まあ、ちょうど飛龍革命の真っ最中だったと思うんですけども、まあ、そんな言葉をですね残して藤波さんがいなくなってしまったんですけども、まあ、心の中ではすいません、自分、この海外遠征終わったら UWF に行く約束をしていますと、ここまで出てました、なんですけども、やっぱりそれをは言えないとですね、やっぱり高田さんとかとの約束もありましたので、それは言ったら必ず引き止められてしまうと思って、ギリギリまで我慢してですね、ただとんでもないことがこの先新日本プロレスに起こるのかもしれない、そういうなんかその予感というか、その藤波さんの言葉ですね、をいただいた時にそれが思いましたので、内心は新日本プロレスに帰らなくていいのかなというふうに思ってしまったのが事実です。のでやっぱりですね、
それが最後の藤波さんとの、まあ、戻ってから猪木さんとその会談をしている時も藤波さんとは一度も会ってませんので、そういう挨拶もなしでですね、その新日本プロレスを出て行ってしまったので、やっぱり、ダメな付き人だったなというふうに本当に思います。若かったのかなとですね思いますね。自分のことしか考えてない。ちょうどですね、自分がその海外に出発するちょっと前ですね、にその飛龍革命が始まりました。1988年の4月の22日ですね。もう本当に自分が出発する前だと思うんですけども、沖縄です。藤波さんが猪木さんにもう髪を切ってビンタをして髪を切ってですね、もう伝説のそのやり取りなんですけども、ちょうど海外に行きましたので、まあ、これから藤波さん頑張るのかなとですね思って、まあ、ベイダーから IWGP を奪取して、そしてその奪取した IWGP に今度は猪木さんが挑戦者としてその挑戦をして、で60分フルタイムドローで、藤波さんが防衛、猪木さんに勝ったと。ここでおそらく猪木さんに並んだんじゃないかなというふうに思います。で1990年ですね、とうとう誕生しましたドラゴンボンバーズ。これはまだ部屋です。部屋を作ると、まあ、このもしかしたら部屋を作るという発想もあったかもしれません。もしかしたらその部屋を作ってその自主興行ですねをするという、そういう形をしようと。だから新日本プロレスのそのリングがなくなったとしても、そこドラゴンボンバーズがあると、そういうふうな形かなと。でライガーさんもここに入ってますので、まあ自分もいたら必ずそこにいたと思います。そして1995年ですね、自分がそのパンクラスを始めてちょうど2年したあたりですね、藤波さんのムガが誕生しました。ムガです。なんでムガというか、あんまりよく分かんないですけども、ネーミングは、ちょっと分かりづらいかなと。ムガ夢中なのかムガなと思っていました。ですけども、新日本プロレスに残っていったら、自分はここに野外にいるんだろうなとですね、こうふとですね思いました。それがまあ、パンクラスに行った時ですね、それがその UWF がなかったら自分は野外にいた、入ったと、来たと、そういうふうに言った由来かなと思います。当時ですね、やっぱりその、まあ、今からもう35年前ですか、新日本プロレスもう黄金期、まだ自分が入門した頃は、金曜の8時にその新日本プロレスやってました。ライバルというかその別番組、別時間を同時間の別でその金八先生と太陽に吠えろ、そこにその新日本プロレスワールドプロレスリングが入ってましたので、それでも負けずにその視聴率を取っていた時期もありましたので、本当に自分が入門した頃はプロレスは相撲とかですね、野球に並ぶぐらいのそのすごいその、世間の中でのその、地位があった時代でした。もう空港とか駅に行ったら、もう本当に猪木さんとか藤波さんとかですね、は本当に人だかりができて、まあ、サインしてあげたりとか写真撮ったりとか、そんなこともありましたし、とにかくその国民的ですね、プロレス、そんな時代、その中でやっぱりその付き人ですね、新日本プロレスの付き人っていうのはやっぱ大きいなと思いました。プロレスの上下関係は当時絶対でしたので、特に新日本プロレスは強かったんじゃないかなと思いますね。上から言われたことには基本はいが当たり前でしたので、近年ですね、新日本プロレス、元新日本プロレスの先輩とその会場でこうたまに一緒になったりするんですけども、やっぱりそんな時もですね、やっぱりその昔の空気というか、自分はやっぱりちょっとこう自分の方からベラベラこう喋らなくなってしまいますね。もうなので、もう本当先輩がまず第一という感じで、そういう空気にこう自然になってしまうというか、まあ、トラウマなのか、なんとなくですけども絶対的なその上下関係何かが存在するなというふうに思います。 UWF にですね、移籍をする時もですね、やっぱりその新日本プロレスの社長ですか、もう上の社長の猪木さんから、まあ、正確にその引き止めはされませんでしたけども、まあ、自分の話を聞いてから答えを出してくれと、まあ、そういうふうに言われました。
なんですけども、自分最終的にその自分の口からですね、はっきりとその行きますとはそのやっぱり言えずにですね、最終的にはその猪木さんに前田さんと会っていただけませんかと、で前田さんを間に入れてのその円満退社になりましたので、やっぱりその、前田さんの力を借りてのその、UWF 移籍という形になったと思います。入門してからですね、新人時代のそのやっぱりトラウマは大きいと思います。やっぱりその練習での痛み、試合とかですねでのやっぱりそのいろんなその苦しみの中でその上下関係がこう植え付けられていきますので、そうですね、やっぱり今思えば実はですね、そんな新日本プロレスのそういうこうガチガチのその環境からですね抜け出したかったのかなと、その一つがその UWF、 もしかしたら UWF に誘われて抜け出せるチャンスだったというふうにこう本能的に思ってしまったのかなと今ですね、今思います。この質問 をその考えていくうちにですね、今現にその UWF に行った途端にですね、自分は前田さんに今度反抗し始めましたので、やっぱりその環境がですね、新しい環境になったからこそそんなことができたのかなというふうに思います。新日本プロレスにいたまんまでしたら絶対そういうことはやらなかったしできなかったと思いますので、新しい環境になったからこそそうですね、前田さんに対してそういうその反抗し始めた、その後藤原さんにまでもそういう反抗し始めますので、そういうふうにですね、このきっかけというか新日本プロレスが出ていってからそういうふうなきっかけになったというのも、そういう思えるのもですね、今回この、無我にいたんじゃないかというその質問を考えていくうちに、そういう当時の自分のなんとなくですけども、その若い頃のですね、気持ちが今は蘇ったというかですね、そうだったのかなというふうにこう思ってしまいました。それも、今だからこそですね、もう30年以上経って今ようやくその気づくという、本当にですね、人生は難しいなと、生きることって本当に大変だなというふうに思いました。以上です。今回はUWF がなかったら無我に入っていたをお話ししました。ご視聴ありがとうございます。